50万人達成したぞ。ということで、チャンネル登録者数50万人達成を、50万人の霊夢でお祝いしたいと思います。お願いだからやめてください。ちょっとなんでなのよ。私が50万人もいるのよ。これほど豪華なお祝いが他にある。豪華でもなんでもないんですけど、てかそんなことで揉めてる場合じゃないだろ。せっかくの50万人記念なんだぜ。む、確かに、私だけが出しゃばるのは違うわね。5人で我慢します。全くご理解いただけてないようですね。ということで気を取り直して、2024年の7月20日にチャンネル登録者数50万人を突破しました。これは嬉しいよな。50万人ってとんでもない数なんだぜ。改めていつも応援してくれるワオナーさんのおかげよね。いつも本当にありがとうございます。50万人、ちょい全然ピンとこないんですけど、確かにとんでもない数すぎて想像しにくいわよね。何か別の基準で考えてみたらいいんじゃない？そう思ってちょっと考えてみました。どんな人でもイメージしやすい数字、大人でも子供でもみんな義務教育の小学生は経験するわよね。ということで小学校のクラスで数えてみることにしました。クラスといってもクラスによって人数はバラバラだとは思うけど、調べてみたところ上限人数には基準があるみたいなの。へえ、そうなんですね。確かに小学校で1クラス100人とかはなさそうですもんね。そうでしょ。地域や学年なんかでも基準は違うみたいなんだけど、現状上限35人か40人になってるみたいです。それも数年以内に段階的に全て上限35人にする予定だとか。へえ、それじゃあ数年後には小学校全クラスの上限が35人になるのか。あくまでも公立の小学校はってことみたいだけどね。もしかしたら例外があるかもしれないけど、てか小学校のことをそこまで深掘りしたいわけじゃないのよ。かなり脱線しちゃったわ。ということで小学校の1クラスを35人としてカウントします。50万人を35人で割ると約14000クラス。なるほど、小学校のクラス14000クラス分の人が登録してくれたのか。わかるか。余計わからなくなったんだぜ。まあ確かにわかりにくかったわね。いいじゃないいいじゃない、別に何クラスでもとにかくいっぱいの人が登録してくれた。シンプルにそれでよかったよな。改めて本当にすごい数なのよね。何度も言っちゃうけど、本当にここまで来れたのはいつも応援して動画を見てくれるワオナーさんたちのおかげです。いつも応援ありがとうなんだぞ。これからもよろしくなんだぞ。ということで、いつもは数字上の実績ばかり追いかけてるけど、今回はちょっと節目のタイミングということで、ワオンゲームズのここまでの歴史をざっくりと振り返っていきたいと思います。2019年11月25日、伝説の動画が投稿されます。それがこれだー。何が伝説なんだよ。伝説でも何でもないんだぜ。それにしてもひどいサムネだな。なんだこれ。動画内容も今見るとまさに黒歴史とはこのことだと思えるような、とっても香ばしい動画となっております。衝撃の展開でも何でもないしね。当時は本当に手探りで動画を作っていて、何のコンセプトも感じられないわね。これがワオンゲームズの初めての動画。シオンとアオ以外はみんな最初からいたの？いや、最初は私と霊夢だけの二人実況だったんだぜ。まあそれも懐かしいといえば懐かしいよな。ご覧の通り、最初はマイクラ実況者でも何でもなく、フォートナイトをメインに動画投稿を始めたのよね。そして記念すべき初動画、初日の再生回数は、14回か。それでもド素人の新人の動画としては見られてる方なんじゃないか。いや、この14回、多分全部自分です。あ、別に自分で再生回数をもろうとしたわけじゃないんだけど、多分当時のワオンの心境としては、再生回数が増えてるかめちゃくちゃ気になって、ちょこちょこ動画を確認しに行っていたと思うのよね。それがこの14回に現れてます。ということは自分以外ほとんど誰も見てくれなかったのか？悲しすぎるんだぞ。初手でいきなり YouTube の難しさを痛感させられたんですね。痛感させられまくりました。そして初投稿から約3ヶ月後、フォートナイトのアップデですごく大きな変化が起き、それを順番に徹底検証していった動画の1本目。この動画で再生回数を大きく伸ばします。投稿後24時間で約1500再生か。確かに結構伸びた記憶があるんだぜ。この動画の1本前の動画、これは Apex だったんだけど、その動画の再生回数が24時間で65回。この結果を見ても、さっきの動画のインパクトがどれほど強烈だったかわかるわね。ワオンゲームズの転機となった動画、これは特に思い出深い動画の一つね。確かこの時点で動画投稿を始めてからちょうど50本目ぐらいの動画だったんじゃないかしら。そして動画が伸び始めてから約3週間後、今となっては我ながら斬新だとも思うし、血迷ってたとも思う。なんとも言えないこの動画。一つの動画でフォートナイトとエイペックスを交互に実況した動画。この動画のあたりで収益化を達成。そしてこの動画で初めて、ゆゆこさんが登場します。懐かしいわ。そうだったわね。私の登場はもう少し後だった気がしますが、割と早い段階で私たちも登場していたんですよね。そして2020年の9月10日、初投稿から10ヶ月が経とうとする頃、この動画でついにシオンちゃんの元となった、しっこちゃんが登場します。しっこちゃんだー。
懐かしい、昔のワオンゲームズのアイコンじゃねえか。そうかそうだったな。当時は専用の立ち絵もなく、このアイコンに喋らせてたんだったよな。アイコン用に描いてもらったイラストだから頭が欠けちゃってたのよね。懐かしいわ。ここまでは私たち東方キャラだけで実況していたのが、シックちゃんを加えての5人体制となります。そしてそれから約1ヶ月半後、2020年の10月22日、この動画でついに、ワオンゲームズオリジナル立ち絵が登場します。懐かしいな。すっごく素敵な立ち絵を描いてもらえて、とっても嬉しかったのよね。それでも初投稿から1年以内の出来事なんですね。それだけこの立ち絵には長い間お世話になっていたということですか。そうなるわね。ワオンゲームズの成長を支えてくれた立ち絵。今は立ち絵は変わっちゃったけど、この立ち絵もとっても大切な立ち絵であることは疑う余地もないわね。そしてオリジナル立ち絵登場から2ヶ月ちょっとが過ぎた翌年の1月4日、ワオンゲームズ最大の変化の兆し、マイクラ動画初投稿。これは最大の変化だったよな。この頃はまだちょっとずつしか更新していなかったが、今では完全にマイクラ実況者になってるもんな。2021年の1月か、ワオンゲームズの歴史で見ると割と早い段階だったんだな。まあ今振り返るとそうなるわね。まあこれもフォートナイトの初投稿と同じように、今見るととんでもない黒歴史プレイ動画になっちゃってるけどね。それから約10ヶ月後、完全にマイクラ実況者になってしばらく経った頃、ついにシオンちゃんが誕生します。来た来た、やっとシオンの登場なんですけど。これはかなりのインパクトだったわね。動画投稿後24時間の再生回数はなんと40万回。そして初めてゲームカテゴリーじゃなく、YouTube 全体の急上昇1位を取った動画にもなったのよね。で、YouTube 全体の1位か、シオンの初登場はすごかったんだな。ふっふっふ、わかったかね、葵くん。シオンがこのチャンネルの主役だということが、僕も負けないんだぞ。シオンに遅れること約4ヶ月、2022年の2月、ついに僕が登場するんだぞ。あ、そんなもんか、もっと空いてたと思ってたんだぜ。意外とシオンちゃんが誕生してからすぐだったんだな。そうなんだぞ、だから僕だってシオンとそんなに変わらないんだ。さあ、チャンネルの主役を渡すんだぜ。絶対に渡さないんだから。さすがにシオンちゃんの急上昇1位ほどのインパクトはありませんでしたが、この動画も24時間で約30万再生。葵ちゃんも派手なデビューを飾りましたもんね。そうなんだぞそうなんだぞ、だからもっと僕の出番を増やすんだぞ。うん、出番は増やしてあげたい、増やしてあげたいんだけど、残念だけど違う角度から葵ちゃんの出番は減ることになります。いや葵ちゃんだけじゃないわね。シオンちゃんと葵ちゃんが登場し、ワオンゲームズ全盛期に突入。魔王シリーズやママシリーズなど大人気シリーズも生まれていく中、ワオンに異変が起こります。あ、これはそう、原因はいろいろあるし、今までの雑談でもちょこちょこ話はしてきてるんだけど、投稿頻度が劇的に下がりました。悲しい、シオンの活躍もっと見てほしいのに。投稿頻度の低下と比例するように平均再生回数も下がっていき、チャンネルの成長も随分と緩やかになってしまいました。もしあの時の投稿頻度を今でも維持できていたなら、とっくの昔に50万人も達成してたでしょうね。まあたらればは良くないけどな。でもこれからまた上げていけばいいんだぜ。もちろんなんだよな。2023年の10月、今の立ち絵が登場しました。もちろん前の立ち絵も素晴らしかった。立ち絵の変更で賛否両論があることも分かってはいるんだけど、個人的に今の立ち絵がとっても気に入ってるのよね。いい立ち絵だよな。でも去年の10月か、もうすぐ1年が経とうとしてるんだな。そんな感じしないわよね。それは多分まだ投稿頻度が上げきれてないからじゃないかな。使ってる期間はそこそこ長くなってきたけど、前の立ち絵の時と投稿頻度が違いすぎる。この立ち絵で作った動画の本数がまだまだ少ないのよね。せっかくのいい立ち絵なのでもっと披露したいですよね。頑張って投稿頻度を上げないといけません。ほんとそうよね。先月は少しだけ投稿頻度を上げられたから、今月からはもっと上げられるように頑張らないとね。ということで、ここまではオンゲームズの歴史を振り返ってきました。グッズやラインスタンプなんかも作ったりしたし、マシュマロちゃんの登場もあった。細かいことを話せばもっともっとたくさんの思い出があるんだけど、ざっくりと振り返るとこんな感じです。もうすぐ活動を始めて5年、まだまだこんなところで立ち止まるわけにはいかないわよね。当たり前なんだよな。シオンもっともっと遊びたいんだから。僕も負けないんだぞ。そういえば霊夢、50万人達成記念でなんか特別なことはしないのか。うん、特にないかな。正直まだここは通過点だと思ってるっていうのと、和音が節目でなんかイベントを考えるっていうのが得意じゃないのよね。まあ今までもそういうことはしてこなかったもんな。和音が苦手だったのか。まあラインスタンプでも出せればいいかなとは考えてたんだけど、残念ながらちょっと間に合わなかったわね。でも結構前にお伝えしたラインスタンプの第2弾、そろそろお知らせできそうな感じになってきました。近々発表できるんじゃないかなと思っているから、楽しみに待っていてくれると嬉しいです。全部というわけにはいかなかったんだけど、前に雑談ではオナーさんにどんなスタンプが欲しいですかって聞いた中から、結構たくさん採用させてもらったから、どんなスタンプになったか楽しみに待っててね。まつまつ、どんなラインスタン
プになるか楽しみ。トラインスタンプで申しております。ワオンゲームズの歴史をここまで見てくれてありがとうございました。本当に何度も改めちゃうけど、ここまで来れたのはワオナーさんたちのおかげです。これからももっと高みを目指して頑張っていくので、応援よろしくお願いします。今回振り返りで紹介した動画の中には非公開になってるものも多いんだけど、この動画の投稿と同時に公開しておくので、もし節目の動画がどんな感じだったのか気になる人は見に行ってみてね。概要欄からも動画に飛べるようにしておきます。最後まで見てくれてありがとう。これからも応援よろしくね。それじゃあまたね。バイバイ。